皆さんこんにちは、コスケです。新型 NBOX が納車されて1ヶ月が経ちました。1ヶ月乗ってみて、素直な感想なんかを今回は動画にしてみたいと思います。まず1ヶ月乗ってみての素直な感想ですが、非常にいい車だと思いますし、気に入って乗っています。どれぐらい気に入っているかというと、僕が乗っているメインカー、普通車のアテンザがあるんですが、なんならそっちも NBOX に入れ替えてもいいんじゃないかなって、そんなことを考えてしまうくらいかなり気に入って乗っています。で、1ヶ月乗ってみて、気に入っているとことか、素直な感想をざっと一覧にまとめてみました。まず一つが乗り心地がいいということですね。軽自動車とは思えないような非常に素晴らしい乗り心地を実現した車かなと思います。突き上げもあまり感じませんし、ロールもかなり抑えられているのに足はよく動くと、なかなか理想的とは言わないまでも、かなり軽自動車にしてはいいサスペンション、足回りなのは間違いなくて、乗り心地はいいと思います。で、次に質感ですね。この質感もかなりいいです。内装の質感なんかはもちろんなんですが、車自体から伝わってくる、質感、運転してる時に、ドライバーが感じる、質感みたいのが非常にしっとりしていていい車だと、思います。路面の変な状況だとか、外部から伝わってくる、いろんなその悪い情報をカットして、比較的いい情報をドライバーに伝えてくれるようになっていて、質感がいいと言えるんじゃないかなと。少なくても軽自動車としては、今までに体験したことのない質感で、非常に気に入っています。で、3つ目がカーブ、ワインディングもそこそこ走れるということですね。トールワゴンなので、非常に、峠道とかは苦手な道路だと思うんですけど、想像以上にこれが走ってくれるんですよね。もちろんスポーツカーと比べていいとか、そんなわけはないんですが、トールワゴンとしては非常によく走ってくれて、普通の制限速度内で走ってる限りは全く不満を感じない出来になっています。で、4つ目なんですが、僕が乗ってるのはターボ車ということもあって、加速も悪くありません。あくまで制限速度内で一般道を走っている限りは、加速に不満を感じることはないですし、上り坂ももたつくことはありません。ただし、高速道路の追い越しとか、坂道の上り坂での追い越しに関しては、ちょっとしんどいかなと思うことはありますが、それは軽なので許容範囲ですし、ゆっくり走れば気にならないかなという感じです。5つ目の気に入っていることですが、車内が広いということですね。軽自動車とは思えないぐらい非常に広い車内で、少なくても夫婦2人と犬で移動している限りは全く不満を感じない広さです。この乗車人数であれば荷物も十分詰めますし、車内も広く使えるのでいいと思います。ただ4人乗るとなると荷物積むスペースがかなり減るので、2人ぐらいまでであれば、少なくても僕の使い方であれば全く問題のないどころか非常に広い車内だなという印象ですね。気に入ってます。6つ目なんですが、スライドドアが想像以上に便利だったと。前にも動画で言ったんですが、特に街中とか買い物なんかで使うときに、このスライドドアっていうのはすごく便利ですね。隣の車との距離も気にしなくていいですし、ドアパンチをする心配もありません。で、両手に荷物持っててもノブをちょっと引っ張ればガーッとドアが開きますから、むちゃくちゃ便利なんですよね。特に犬抱っこしてたり荷物持ったりしてる時には非常にいい機能だなと思っています。7個目なんですが、燃費ですね。燃費が許容範囲だということですね。思った以上に悪くなかったという印象です。ロングドライブでリッター 20km パーリッターぐらい、私が使う通勤なんかではだいたい16キ
km パーリッターぐらいは出るので、まあ最低限これぐらいは出てほしいなという燃費にはギリギリ届いているかなということで、これは許容範囲なので大丈夫かなと、気に入ってるというか、まあ許容範囲だなという部分ですね。で、8つ目なんですが、これはスーパースライドシートが気に入っているということです。助手席のスーパースライドシートがかなり座り心地が良くて、ゆったりできて非常にいいんですよね。足元の空間も広いですし、左右の視界も開けていて、まあ、僕が乗った軽自動車どころか、乗用車含めても助手席の乗り心地っていうのは僕は非常にいい方なんじゃないかと思っています。お気に入りの部分の一つです。9個目は安全装備です。かなり安全装備もしっかりついているというのがお気に入りの部分の一つかなと思います。人も感知する自動ブレーキ、まあ、もちろん対車両でもしっかり止まれると、まあ、ちょこちょこ不具合みたいな話も出てますけど、まあ、これはいずれ直してくれるだろうと、まあ、ハード自体はしっかりしたものがついているので問題ないかなと思いますし、カーテンエアバッグも標準装備されていますので、横からぶつかった時にも、まあ、安心かなという感じですね。カーテンエアバッグのないコンパクトカーよりも横からぶつかった時の衝撃に関しては、まあ、多少マシなんじゃないかなと私は思っています。10個目なんですが、まあ、もろもろ細かい装備がいろいろこう満足感が高いというか、例えばインパネットレイのとこに USB の充電がついてるとか、車速連動型の、ロック機能がついてるとか、あとはまあ外からハンドルノブに触れるだけで、ロックが解除されるとか、こういう細かい機能なんですが、まあ、あとはあれですね、車速連動型のワイパーだとか、こういう細かい機能がいろいろついてるんですが、まあ、それがね意外と便利で非常に満足しています。で、11個目が乗っていて意外に楽しいということですね。乗っていて楽しい車が僕好きなんですが、まあ、今までね乗ってて楽しい車って結構何個かあったんですね。で、 NBOX も本当その一つです。軽自動車で乗っていて楽しいと感じたのは、生まれて初めてかなと思います。なかなかいい車だなと感じてますね。で、最後なんですが、価格は高めなものの維持費が安いというのが魅力かなと思います。まあ、これは軽自動車全般に言えることだと思うんですが、価格は NBOX の場合ちょっと高めではあるものの、税金も安いですし、まあオイル交換なんかも油量が少ないので安めかなと。で、当然ですがタイヤの交換なんかも安く済みますし、まあ、修理とかがあったとしてもパーツの費用も比較的安めで済むと思います。車検なんかもね、重量税なんかが安いですから、安く済ませることも可能です。まあ、維持費は確実に安いので、まあ、ここも非常にいいなと気に入ってる部分の一つになります。まあ、僕の乗ってるアテンザなんかは 2200cc なんで、4万5000円ですか。毎年4月か5月ぐらいになると、請求書が来るわけですが、まあ納付書ですか、納付書が来るわけですが、まあ4万5000円払うのね、嫌ですよね。あれが買えるのになとか、まあいろいろ考えちゃうなと。で、それ以外にもね、固定資産税とかも来ますから、家持ってると。まあそういうのもいっぺんに来ると、やっぱり軽自動車の1万円ぐらいの税金見ると、まあほっとしますね、本当に。1ヶ月乗ってみて大体気に入ったところというのは、まあこんなところかなと。まあこれが素直な感想ですね。デメリットらしいデメリットはもうほとんどないですね。まあ足元が僕ちょっと狭いなって感じるぐらいで、まあ運転に支障があるほどではないですから、まあいいかなと、許容範囲ではあります。まあまとめると、非常にいい車だし僕は気に入って乗っていますと、いうことですね。もちろん個人差があると思うんですよね、こういう感想には。気に入っていることの一つの乗り心地に関してだって、
まあ、NBOX は比較的柔らかい足回りなんで、それがふわふわして嫌だという人も当然いるとは思います。まあ、ただ僕は気に入っているということで理解していただければなと思います。以上、新型 NBOX 納車から1ヶ月乗ってみての素直な感想でした。これからも車に関することや北海道のドライブ、車中泊、美味しいものなんかを動画で紹介していきたいと思いますので、参考になった方はチャンネル登録よろしくお願いします。